こんにちは、リビさん。いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。今回もね、体の仕組みについて勉強することができる非常に有益な動画だったと思います。動画の方はこの動画の概要欄にも貼っておきますので、ここまで見てね、ちょっとどんな内容なのかなって興味ある方は見ていただきたいと思います。そしてですね、日々の速稼塾の更新通知の中にもここ3日ぐらいはね、これ連続して搭載させていただきたいと思いますので、より多くの方にこの体のってものをね、知っていくきっかけになればなと思います。まあ、それにしてもいつもね、動画が整っていて素晴らしいですよね。私もね、学ぶことが結構ね、動画作成の面でもありますので、本当に以上も楽しみにしております。いつも楽しみにしておりますで、体の方もね、順調に、推移しているということで、まあ値段はね、ここ1ヶ月2ヶ月で見るとちょっと下がり気味なのかなと思いますけども、まあ長いスパンで見ていくと、やっぱりそれでもね、バンバン上がってるような感じですんで、これからもね、暗号通貨全般的に楽しみにしたいと思います。ビットコインやイーサリアムという主要通貨もちょっと価格下げてますけども、ここから下がったがゆえに大きく上がるという予想もね、されたりとか、ブルームバーグの方でもビットコインというのはこれからもっともっとね、その10万ドルとかになっていくんじゃないかなみたいなね、予測をする人もいて、なかなかね、諸説ふんふんでございますんでね、まああくまでも人の判断ですから、自分の投資の感覚を磨くのとね、合わせて、まあ、勉強していきたいなと思いますね。はい、それではありがとうございました。今こうやってね、サブチャンネルで急遽お送りしておりますけども、1週間の YouTube の新規アップロード、新規動画のアップロードの停止措置でございますので、1週間の定額みたいな感じでございます。リピさんもね、大事な動画が制限を受けないように、もしくは受けても大丈夫なのに何が原因で起こるか分かりませんから、ね、そしたら暗号通貨の放送はしないでくださいみたいな規約になるかもしれませんし、ちょっと前だったらね、ウイルスの話をしないでくださいみたいなことも一時期ありまして、アカウントがどんどん削除されたりっていうのもあったんですよ。だからね、 YouTube の利用規約っていうのはいつどのように変更されるか分かりませんし、変更のたびに通知が来るわけではないんでね、いつの間にか変わったりするんですよ。で、私の場合はもうね、この10年近く一つのチャンネルでずっと動画放送してますんで、10年前 OK だったもの、5年前 OK だったもの、3年前に OK だったものが今の利用規約に照らし合わせたらダメになってるから、過去の動画を削除してペナルティを課しましょうみたいなこともあるんですよね。だから動画が増えていけば増えていくほど管理がね、できなくなってきますんで、そういうデメリットも抱えてるんですよね。まあ動画に関しても、まあ、ある意味ね、どっかで YouTube 離れをして、大事な動画は自分の、別のプラットフォームでね、お送りするようにも考えていかなくちゃいけないかなと思ったような、そんな日々でございました。1週間経ったらまた元のメインチャンネルから私もね、放送させていただきたいと思いますけども、とりあえずこのサブアカウントからお送りしております。それでは次回もよろしくお願いします。